背景です。今回は蛭間拓哉、栗山巧の再来かということで、今回は蛭間拓哉選手について話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、蛭間選手が実戦で大活躍をしているので、今回は蛭間選手について詳しく話していこうと思います。蛭間選手、皆さんもご存知の通り、今年ドラフト1位の即戦力ルーキーとして活躍が期待をされています。まあ、大卒ルーキーとことですので、やはりね、1年目からある程度1軍でね、活躍してくれるんじゃないか、まあ、そんな期待を背負っている蛭間選手なんですけれども、まあ、やはりですね、ライオンズここ数年ずっと外野のレギュラーってところが、まあ、固定できてなくて、まあ、チームの課題とされているんですね。で、蛭間選手は、まあ、外野手ということで、まあ、即戦力の外野手、つまり1年目から、まあ、レギュラー取りっていうところを、まあ、期待をされています。まあ、なかなかやっぱりね、ルーキーで1年目からこうレギュラーを取るっていうのはそんな簡単なことじゃないですし、まあ、それを別にね、こう蛭間選手がやらなかったからといってダメっていうことでは全然ないんですけれども、まあ、そういったね、活躍も期待をされている選手なんですね。で、まあ、今回もね、こう A 班のキャンプにずっと参加をしていて、今もね、 A 班に帯同して試合に出ていることなんですけれども、まあ、その中でね、外野手のレギュラーを取るべく非常にね、いいアピールをしているんですね。ここまでライオンズ実戦の試合は3試合4試合ですね、やってきました。紅白戦が2試合、ロッテ戦が2試合ということで、まあ、4試合ね、行っていて、で、蛭間選手はその4試合全てに一応出場を果たしているんですけれども、19日の紅白戦ではヒットを打つことができなかったんですけれども、2回目の22日の紅白戦では3安打猛打賞の活躍、そして25日のロッテ戦で1出塁1盗塁ということでね、得点を演出しました。この蛭間選手の盗塁をきっかけに、まあ、ライオンズね、どんどん打線がつながって、ツーアウトランナー1塁からであったんですけれども、一挙3得点を獲得することができたんですね。で、26日の試合では1安打2フォアボールの3出塁ということで、まあ、非常にですね、この紅白戦から、まあ、このロッテ戦にかけて出塁能力の高さっていうのを見せています。で、それは数字にも顕著に表れてきていて、まあ、4試合での打撃成績見ていくと、打率3割3分3厘の0本塁打1打点、出塁率が4割6分7厘の長打率3割3分3厘、 OPS が 0.800 ということで、まあ、非常にこの成績を見ても分かる通り、打率、出塁率っていうところがね、突出していいというのが分かると思います。で、ここからですね、まあ、この成績を見て蛭間選手どういう選手なのかっていうのを考えていきたいと思うんですけれども、やはりね、まあ、この成績を見ても分かる通り、先ほども言いましたが、まあ、出塁能力っていうところが一番際立っているのかなというふうに思います。出塁率4割6分7厘ということでね、まあ、これはね、まあ、4試合という少ない出場試合数ではありますけれども、まあ、素晴らしい成績ですよね。まあ、非常にやっぱり蛭間選手のこう打席を見ていても、まあ、ボール球にあんまりこう手を出さない、しっかりとまあボール球を見極める選球眼の高さ、そしてですね、まあ、打ってもヒットを打つことができるし、まあ、ボールを見極めることができる、まあ、出塁能力の高さっていうのがやはり際立っているなという印象です。で、まあ、ライオンズはですね、比較的に結構まあ振っていく選手っていうのが多くて、まあ、あんまりですね、こうフォアボールをしっかりと選んだりとか、まあ、出塁能力が高い選手っていうのはそんなに多くないんですね。まあ、どちらかというと結構どんどん振りに行って、まあ、三振が多くなってしまったりとか、まあ、結構ね、荒い選手っていうのが、まあ、若い選手、主力選手も含めて結構多い感じではあるんですけれども、まあ、蛭間選手はね、それとね、相反するような形で結構ね、まあ、ボールを見極めてしっかりと四球を獲得することができる、出塁することができる選手なんです。まあ、つまりチームの中でも本当にこの出塁能力ってところに関してはトップクラスと言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういった形でね、結構ボール球を見極めて出塁するって選手は本当に栗山選手とか平野選手ぐらいで、まあ、それ以外の選手たちっていうのはね、結構本当にどんどん振っていく選手たちっていうのが多いんですよね。なので本当にですね、蛭間選手、まあ、この能力の高さっていうのは、まあ、非常にこうチームの中でも生きてくる部分だし、まあ、そこでしっかりとね、チームに貢献することが、まあ、1年目から十分できるんじゃないかなというふうには思いますね。で、あとはね、まあ、出塁能力ってとこ以外のとこを見てもやっぱりしっかりとね、逆方向にヒットを打つことができている、まあ、右にも左にも、まあ、センターにも、まあ、全ての方向にしっかりとこうヒットを打つことができる、強い打球を打つことができるってところも、まあ、やはり蛭間選手の一番の持ち味だし、まあ、そこがやっぱりこう確実性だったりとか打率が高い一番の要因なのかなというふうに思っています。まあ、蛭間選手自身やはりですね、こう将来的なまあ首位打者だったりとか2000本安打を成し遂げたいということをね、言っていて、まあ、そうなってくるとやっぱりこう確実性っていう部分が一番大切になってくると思うんですけれども、まあ、しっかりとね、それを体現するべく、本当にね、そこに近づくようなバッティングっていうのをここまではできているんじゃないかなというふうに思います。
まあ、ただ1個気になる点としては、まあ、4試合出てまだ長打が1本も出ていないというところですね。まあ、ただそもそもね結構フォアボールを選んでいるので、そもそもねまずその打数が少ないっていうのがあるので、まあ本当にここに関してはね仕方ない部分もあるかなっていうふうには思うんですけれども、まあ本当にねパワーも持ち味の選手だと思うので、まあしっかりとねこの長打っていうところもね今後は期待していきたいかなというふうに思います。でまあ走力ってところに関してはね盗塁を決めていたりとか、ある程度足も使えるってことはもう分かっているので、まあちょっとね走塁技術ってところにはもしかしたらまだ課題はあるかもしれないですが、まあそこもね残りの期間だったりとか、まあ今後ねまたこの1年間プロでやっていく上で、まあ、どんどん改善していければいいんじゃないかなというふうには思います。でやはりですね、正直言ってまだね本当にこうシーズンも始まってないし、蛭間選手が実際にこうシーズン始まってからどれぐらいの成績を残すのかっていうのは分からないんですけど、まあ、僕的にはもうここの時点でもかなり予想外の成績というか活躍をしてくれてるんですね。まあ、はっきり言って蛭間選手1年目からはかなり苦戦するんじゃないかなというふうに僕は思ってたんです。というのもやはり大学時代非常にこう三振が多いところだったりとか、まあ、特に大学4年秋、まあ、一番大学での新しい成績っていうのが、まあ、あんまり良くなくて、まあ、秋の最後の6大学のリーグ戦ではね思うような成績を残すことができませんでした。なのでちょっとね本当に1年目はね苦しむんじゃないかなっていうふうに思ってたし、正直ね本当にドラフト1位レベルの選手なのかってところも僕自身疑ってた部分があったんですね。ただやはりここまでの活躍を見ると、まあここ最近の本当にドラフト1位の野手の選手の中では、ライオンズの野手の選手の中ではかなりいいものを持っているなっていうふうにまあ本当見ていて感じますし、本当にここまでまあ予想以上、まあいい意味で期待を裏切るような活躍っていうのをしてくれているんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当にね蛭間選手はまあずっと幼少期の頃からまあ栗山選手に憧れていて、まあ、栗山選手みたいになりたいって思いでね、まあ、このプロに入ってきているんですよね。で実際にやっぱりこうねフォアボールを選んだりとか、まあ、しっかり打つときは打ってね打率残したりとかする、まあ、しかも外野手左バッターってところを考えると本当にね栗山巧選手の再来なんじゃないかと思うようなバッティングをここまでは非常にしてくれていて、まあ、本当将来的に栗山選手のような活躍っていうのもね期待できるんじゃないかなというふうに思います。それでは最後今後の蛭間選手について話していきたいと思うんですけど、開幕スタメン濃厚かということで、まあ、この開幕スタメンに入れるかどうかについて話していこうと思います。まあ、僕的にはねもう開幕スタメンの可能性非常に高いんじゃないかなというふうに思っています。すでに松井稼頭央監督、平石ヘッドコーチからの評価も高く、まあ、期待という部分はねもちろんドラフト1位ですので大きいんですよね。でその中でね、まあ、しっかりとこの対外試合だったりとか、まあ、紅白戦っていうところ、まあ、プロのピッチャー相手に、まあ、ある程度結果を残している、まあ、やはりねこうプロのピッチャーを対戦する前もね結構バッティング練習とかでは非常にね山川選手だったりとかいろんなね解説者の方からいい評価をされていて、まあ、ただね実際こうプロのピッチャーを対戦してどれだけ対応できるのか、どれだけの結果残すことができるのかっていうところが注目をされていたんですけれども、まあ、現時点でまだ4試合しかやってないですが、その中でもねかなり対応力の高さっていうのは示してるし、能力の高さっていうのはね示すことができているんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、バッティングだけではなくてね足も速くて、やっぱり松井稼頭央監督は今シーズン、まあ、走魂というのをこうスローガンに掲げていて、まあ、走る野球っていうのをね目指してやっているんですよね。まあ、その松井監督が目指す野球っていうのにも、まあ、蛭間選手はね足も速いですから、まあ、フィットするってことを考えると、まあ、はっきり言って開幕スタメンというところは、まあ、お試しというところを考えても濃厚といっても、ね、過言ではないんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただですね他にも、ね、やはりアピールをしている外野の選手たち、まあ、ペイトン選手だったりとか鈴木翔平選手、西川真也選手、まあ、怪我をしてしまいましたが若林学徒選手とか愛斗選手とかも2軍にいるので、まあ、まだまだ、ね、争いは続いていくとは思うんですけれども、まあ、そんな中で、ね、しっかりと今後もオープン戦が始まっていく中でアピールすることができるのか、まあ、あとは、ね、バッティング出塁能力、走力ってところ以外にも、まあ、蛭間選手やっぱり長打力ってところ、パワーってところも非常に持ち味の選手だと思いますので、まあ、まだ、ね、長打ちょっと見ることができてないので、まあ、そこのね長打力ってところにも今後はちょっと期待をしていきたいかなというふうに思います。はい、まあ、蛭間選手本当にドラフト1位ということでここまで本当に素晴らしい活躍を続けてくれています。まあ、なんとかライオンズのレギュラー一角を担えるように今後も期待していきましょう。以上です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。他にもライオンズに関する動画アップしているのでぜひチェックをしてみてください。ツイッターの方も毎日更新をしています。ぜひチェックしてみてください。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。